はい、こんにちは。はい、ということで、トーク企画第3弾ぐらいユッケのリュック紹介していきたいと思います。はい、どういうイントネーションだよね。はい、ということで、リュックの紹介ですか、あれだね、リュックの中身を紹介していきます。はい、で、これコメント欄でね、多数ご要望というか、はい、ありましたんで、そう、ぜひやっていきたいと思います。はい、まあ、ただね、残念ながら本当に変わってるものがなくて、そうで、ちゃんとね、自分の中で思い出して、ズルしないでね、ちゃんと思い出したものを入れてます。はい、で、1ヶ月ぶりなんで、1ヶ月ぶりですか、バスケしてなかったから、こう1ヶ月間このリュックに入れるっていう動作をまずしてなかったんで、まあ、ちょっと曖昧ですけど、多分大丈夫だと思います。はい、ということで中身をね、早速紹介していきます。はい、まずこのリュックは、ナイキの大会に出た時に、なんか優勝商品で1人1個ね、リュックを、はい、なんかもらいました。超嬉しいね。そう、それまでボラホリック使ってたんですけど、ちょっと壊れかけてて、そうで、ちょっとリュックを買おうと思ってたんですよ、新しく。そしたらこれもらって、めっちゃコンパクトで、はい、気に入ってます。はい、ということで、早速ね、中身を開けていきましょう。まあ、でもなんか唯一ね、こうボーラーとして持っててほしいというか、僕のちょっとしたスピードの秘訣ちゃんとあるんで、ぜひ最後まで見てください。はい、まあ、面白いと思います。結構機械というか、なんか変なもん入ってるんで。はい、ということで早速いきましょう。多分ね、最初はアンパイにね、はい、バスケウェアですね。はい、こちらボーラホリックのバスパン。はい、で、次がボーラホリックの T シャツですね。まあ、僕は動画とかでもそうだと思うんですけど、いつもこのクール T を着てます。涼しくて、何より洗いやすいし、みんなこのクール T はすごいお母さん喜んでくれると思うよ。乾きやすいし。はい、あとパンツ、ソックスですね。まあ、まずソックスはまあ普通にいつも通り買いなんですけど、ちょっとね、パンツだけね、こだわりがあって、これ今わけわかんないパンツなんです。家用パンツなんですけど、いつもディッキーズのパンツを履くようにしてて、僕1年ぐらい前まではインナーを履いてちゃんと履き替えてバスケしてたんですけど、なんかね、ドンキにたまたま、こう、まあ自宅用のね、パンツを買いに行った時に、ディッキーズの1000円で3枚セットのパンツがあって、それ履き出したら本当に心地よくて、バスケもそれでするようになってて、そう、今も履いてるんですけど、普段はもうそのディッキーズのパンツをもう買いにも何もかもに使ってます。はい、まあ、おすすめというか、まあ、自分はね、それを履いてて、はい、もうそれでバスケしちゃってます。はい、結構珍しいんじゃないかな、インナー履かないって。普通かな。はい、次、こちら氷嚢です。はい、まあ、氷嚢もあんまり持ってる人いないかな。で、自分は3年ぐらい前に、まあ、前十字靭帯をやって、前十字靭帯損傷でなんかこういろいろケアをね、するようにしてます。練習終わりとかできる限り早く冷やしたくて、まあ、みんなで結構外食することが多いんで、その時にね、こう冷やしたりしてます。はい、あと何かが困った時にね、本当にそうコンパクトだし、カバンに入るから、そうすごくいいと思う。捻挫した時とか僕たまにこうやってあります。はい、次、これだ。こちら MacBook の、はい、充電器ですね。まあ、YouTuber としてこうパソコンも持ち歩いてるんで、すごい大事です。はい、ちょっと待ってね、この線がね、そう、 MacBook の線めっちゃ長いんですよ。はい、次、下の方に入ってるものに限ってっていうか、下に行くにつれてすごい大事なものになってます。先に入れれるようにしてて、はい、だからこの出てくる順番っていうのは大事な順番だと思ってもらってもいいかもしれません。はい、では次、こちら、まあ、こちらもさっきと同じような感じで、はい、モバイルバッテリーですね、携帯の。はい、で、これは本当に自分携帯すごい使うし、もちろん iPhone で撮影もして、で、いろんな情報とか、そう、 SNS って本当に今大事だと思うんです。見ることもね、まあ、目に良くないかもしれないけど、まあ、携帯があってそれだけ情報が入るんだったら絶対、うん、重要だと思います。はい、だから僕はね、電池が切れないようにモバイルバッテリー2つ持ってて、しっかりね、こう1つ使ったり1つ充電してみたいな感じで意外とちゃっかりやってます。はい、これはアンカーの、まあ、普通の5000円ぐらいの非常充電器ですね。ちょっとね、ここでボーラーに言わせてもらいたいんですけど、本当に充電器買ってください、皆さん。はい、特に代々木ボーラー、みんなこうあるあるみたいな感じで言うんですけど、5000円ぐらいだし、しかも分かるじゃん、どれぐらい使えるかとか。俺もこれもう1年以上使ってんのかな、本当に。うん、なんかね、ちょっと自分が出ちゃうと思うんですよね、その人間性というか。
はい、その室温にこう借り続けるっていうのはだからね、自分で持つのはすごい大事だと思います。はい、買ってください。次、はい、三脚です。はい、まあ、僕はね、先ほども言った通り iPhone で撮影してるんで、ここに iPhone を入れてまあ撮るようにしてます。はい、でこれはね、すごいコンパクトで、まあ、ちゃんとこうやって伸びるんですよ。まあ、時には大活躍してくる。まあ、でもこれすごい気に入ってますね。はい、2000円、3000円ぐらいだったのかな、ヨドバシカメラで。めっちゃいいと思う。はい、次、こちらがすごい大事ですね。最後、この大きいリュックの最後ですね。はい、サポーターです。はい、これね、実はね、このサポーターって結構日本人選手で契約して、契約っつうのかな、なんかサポートしまってる人とかすごい多くて、俺悔しいんですよ結構。俺こんだけさ、なんかもうなんかちっちゃいし細いけど、であんだけね、こう寒しいとかでもドライブめちゃくちゃしまくってるし、何回もひねったりするんですよ。ただまあ助けられてる部分もあるし、助けられてるっていうか、めちゃくちゃ助けられてて、そう、もう出さない、もう見せない、俺もうやだ、もう自分で、まあ、自分でちゃんと買ってるから。はい、なんか悔しいですね、正直。欲しいよね、なんかそういう、こう自分の身につけてるもので。なんかね、すごいいいんですよ。まあ、でもいろいろなんかバスケ、そう、サポーター今解体時期というか、はい、そういう時間だったんで、まあバスケ始まったらね、なんか皆さんのおすすめのサポーターあったら言ってください。膝は変えないかな、足首を。はい、なんかあったら言ってください。次、はい、こちら、背中ですね。背中の方は、まあ、普通というか、YouTuber としてのね、こちら、あっ、おい、はい、MacBook です。はい、まあ、普通に。まあ、これないとね、本当に、ないとつか、まあ、忘れることないかな、MacBook は。もう自分の仕事みたいなもんなので、まあ、仕事行くときに、まあ、スーツ着るような感覚だと思います、僕の中で。もう先に入れてるんで。ほら、つまんないでしょ。はい、次。はい、こちらの、ここがちょっと変わってるっつうか、まあ普通だと思うんですけど、俺意外とね、女子力高いっつうか、そう、絆創膏とティッシュを持ってます。多分ボーラーの中だと珍しいですね。大体代々木で何かあった時に、誰も出てこない。代々木は誰も出てこない。はい。で、あとは、ゴルフボールです。はい、これがね、本当に大事です。まあ、スピードの秘訣と言ってもね、過言ではないと思います。まあ、スピードを出すための、こう、まあ、これも大事ですよと。はい、まあ、これはいずれ別の動画でこう自分がいつも練習前にやるストレッチとかコンディションを高めるストレッチとして紹介したいなと思います。はい、じゃあ次、最後かな、もうないんでこの辺は。最後の最後にこれなんですけど、こちら、はい、オールドスパイスです。分かる人には分かると思うんですけど、ボーラーが結構使ってて、はい、これはね、体に塗るものなんですよ。まあ開けたいんですけど、実はね、これ空で、もうカッコつけてここに入れてるんですよ。なんかかっこいいなと思っていつも入れてるんですけど、そう、そろそろ買わないといけない。はい、こちらはなんだっけ、ドラゴンブラストっていうね、味を使ってます。ちょっとね、オールドスパイスって多分調べたら出てくると思うんですよ。店の名前、渋谷に売ってて、でまあいろんなところにあると思うんで、ぜひね、皆さん、チェックしてみてください。多分ネットとかだったらちょっと高いですけど、ガンガン買えます。でこれ多分1ヶ月は持つから、1ヶ月2000円とかって考えたら全然僕は安いと思ってます。はい、っていう感じですかね。はい、残念でした。はい、でただね、一つ今用意できてないものがあるんですけど、本当にこれ入れてるもので、ブレスケアをね、いつも入れてるんですよ。多分相当珍しいと思います。はい、いつもここのここが、はい、ここにブレスケアと、まあ歯磨きをたまに入れたりするのかな。そう、なんか持ち運び歯磨きってあんまり良くないって聞いて、そっからあんまり持たなくなったんですよ。はい、ただブレスケアだけ持つようにしてて、僕ニンニク料理とか餃子とかラーメンすごい好きなんですよね。好きなんだけどマジで食べないの。もう年にラーメンじゃない餃子は本当にまあ10回5、6回とか、そんぐらいかな。はい、本当に我慢してて、なんかね、やっぱバスケしててさ、接触するし、自分が嫌な匂いでもあるから、全然なんかこう誰か食べてる人を否定するとかじゃないんですけど、そう、やっぱ気にしちゃうし嫌なんだよね。俺はこう自分でそういう匂い出したくないから、こうできる限りのね、ケアをしたいなと思って、こういつもブレスケア持ってます。でも本当になかなかいないと思うし、もうボーラーの人なら僕がそれをいつも持ち歩いてることを知ってます。はい、もういきなり出すんで、ご飯食べる時とかに。はい、
まあ、そんぐらいかな、なんかこのバックに悔いがあるのは、はい、なんか本当に大事にしてほしいというか、やっぱ接触するスポーツだしね、うん、なんか俺は気にしちゃうね。はい、別に匂いはね、そんぐらい絶対出ると思うんですよ、誰しも。でもなんかこうできるケアをねした方がいいんじゃないかなと僕は思います。はい、ぐらいかな、はい、あとね、このモバイルバッテリー、ボーラーをマジで持ってほしい、本当に。ゲンゲンと前田、はい、なんだろうね、そう、遊戯はまあ結構多いかもね、貸してって言われるの多いけど、なんで持たないのか逆に気になる。うん、もうゲンゲンとかもう人のもの借りすぎてやばいから、だからもうね、いつも借金まみれなんですけど、あいつは、はい、多分今8億ぐらい多分借金抱えてます。はい、でもね、あんだけ笑顔に過ごしてるんで、はい、まあ、世の中にはね、そういう人間もいますよ。はい、以上かな。はい、伝えたいことは伝えたと思います。はい、っていう感じで僕の、リュックの中身でした。まあ、なんかここからね広げれたら面白いですけど、はい、また何かあったら言ってください。また明日。